皆さんごきげんよう。タルコフ市でタルコフプロやらせてもらってます、エキドナプロです。今回シーズン6に入って初めてマルチプレイヤーやらせてもらいました。なぜならばこちらご覧ください。今シーズンのバトルパス、貫通しますとですね、なんとあのスポーンがもらえちゃうんですね。私、シーズン2までしか、COD、やっておりません。シーズン2からですねちょっと休止状態に入っておりました。それもですね、DMZ しか、やっておりません。シーズン2までひたすら DMZ をやっていたんですね。しかし今回のシーズン6でバトルパスでスポーンもらえるということで、マルチはねガンガン回してバトルパスガンガン進めてガンガンスポーンもらおうと思ったんですが、私なんか勘違いしていたんですね。バトルパスのマップをですね、進めてスポーンのところにたどり着いたらですねスポーンが解禁されるとね、勘違いしていたんですね。なんとこのバトルパスですね全部埋めないと、スポーンが解禁されないんですね。残念です。まあ、DMZ だけでもですね、バトルパス進めることができるんですが、いかんせん効率が悪いと。なので今シーズンはですね、スポーンのためだけに初の、マルチ参戦と、相成りました。バトルパス、スポーンを解禁するためにですね、マルチをガンガン回していこうかと。それには何が必要か、シャッガンですよね。バトルパスをガンガン回すためには、何が必要か、短いマップですね、狭いマップ、短いマップ、すぐ終わるマップ、私見つけちゃいました。シップメントですね、このマップが私の見つけた、最適解。バトルパスを進める上でもっと私がなぜこれだけスポーンに固執するのか、それは世界一かっこいいからですね。スポーンが世界一かっこいいと思ってるからですね。出会ったのは忘れもしません、1997年、実写版のスポーンの映画ですね。当時のエキドナ少年は、その映画を見て衝撃を受けました。何これむちゃかわいいとむちゃかっこいいと。それ以来ね、私の中でヒーローといえばやっぱスポーンなんですね。スポーンが世界一かっこいいんですね。だからお前らはそこで死ね。君たちにはね恨みはないけど、僕のスポーンのスポーンに捧げる逃げとなれ。ああ君たち必死だね、わかるよ、君たちもスポーンが欲しいだろ。シェア俺の前やめなさい、危ない、すいませんすいません。はい、腰ダメ打ち、なんか取りました。はい、背中に目をつけろ、アサフィこれあれやれんのか。おいおい、やっぱこのマップシャッカンだぜ。無理、味方だった。遠くは無理、遠くは無理、勝負ろなあ。必要に俺に固執するからこうなるんだろう。これでも来ない、レディーゴー。悪いことはあれだ、そっちか。いいぞ頑張れてるぞ。よしお前ら俺を殺せた、こっちを任せろ。マジ魔境このマップ、このマップマジ魔境。おい俺の今だ、死ぬかと思った、死ぬかと思った、でもまだ生きてる。あもうどうなってもシーだね。無駄な努力ご苦労様、もう許さないからな。クリア、入ってくんじゃねえよ、分かってんだよ。スモーク大変、あれこっちの方が連射できるぞ、こっちの方が連射できる。どうやら君たちさ、ちょっと待って、ストリークだっけ、これ使い忘れちゃうんだよな。やるぜ巡航ミサイル、おおおおおおお、もっと動かせる。ちょっと待って、おい引いてないから、すいません使い方が分かりません、使い方が分かりません。おいおい後ろを取って、それかい、えどいつもこいつもシャッカンばっか使いやがって、俺だけでいいんだよ。シャッカン使うわ、負けちゃった、ミッション失敗だ。だってさ、どいつもこいつもなんか強いシャッガン使ってくるんですけど、
あ、はい見て、はい見て、あの僕このマップ2回目なんですけど、僕まだ87チャイで、このマップ2回目なんですけど、しかしプロは、こういう結果を残しても、決して浮かれることはありません。冷静に分析します。レベルが高い人でも、もしかしたら武器を育成しているだとか、弱い武器縛りなんかをねしてるなんてこともありますから、そりゃあね、パーツを解禁したら弱い武器で戦ったらそりゃ弱いですよ。それは僕も一緒なんだな。僕も弱いパーツで使っレベル1から育ててるんだけどな。どうやらですね、このシャッカンが強いらしいんですね。どうやらなんかワンパンできるとかできないとかなんか噂を書きつけたんですけども、これ見てください。これシャッカン、これ弾薬2発しか入らないんですよ。ほんと強いんですかこれ。これ2発しか入らないんですよ。これ強いんですかこれ。まあ、とりあえずなんかログウッドのレベルがね5レベルまで、なんか上がってたんで、多分 DMZ で、なんか知らず知らずの間に上がっていたんでしょう。これ本当に強いんでしょうか。すいません、僕おもちゃみたいなシャーカン使います。おもちゃみたいなシャーカン使うんで、カバーよろしく。目が目が、おい誰だ。ちょっとこのシャッカンで、このシャッカンで前に出るの怖いんですけど。味方だった。やだっ、やだっ、あれあれあれ、うん、あれマジワンパン、マジワンパン、タイヤーガン、正義の光に抱かれて眠れ。誰もいねえ。いてていてていたやんけ。いいな、ロックウッド、いいな、ロックウッド、ロックウッド育成決定で。おい目の前で割れた。下がれ。この距離でやれちゃうんですよ。はい、味方じゃねえかよ。おお、なんだお前、そのシャッカー。やばいシャッカーいた、やばいシャッカーいたぞ今。おい、なんだあのシャッカーは。バケモンシャッカーいるって。やめてよ、やめてよ。ほら、え、今のだ。結構分散すんのかこれ。いや、一人始末して、太陽拳やばいでしょこれ。悪いことはあれだ、味方か、しかも負けたって。はい、ねえ、僕このマップ遠いよ、スポーンまで遠いよ。どうやらですね、私の調べによりますとですね、はい、こちら、このデュアルトリガーっていうのが解禁されないとこれ弱いらしいですね。あとポイントブランコオペレーターキルを15回達成、あと1回ですね。このブランコオペレーターキルって何でしょうか。あったあった、不用意に俺に近づくんじゃねえ、粉々になっちまうぜ。すごいこれ。おい、丸見えちゃんだぞ、線が、赤い線が丸見えちゃうなんだよ。大丈夫ですかこの武器。おい、いるぞ、ドーン、うっ、助かる。しろ、落ちたな、取ったよ、やべ、うえ、安心して、お前の敵を取った。ジャングル、何取ったか見えなかったじゃないか。一体貫通した。負ける気がしないのよ、負ける気がしないのよ。悪い子誰だ。分かってたさ。
おいおい、もう止められねえぞ俺は。フリーフォーオール。どうやらですね、バトルパスを回すにはこのルールですか、フリーフォーオールというルールがバトルパス回すのに適していると、そういう噂をね、書きつけたんで、早速ね蹂躙していきたいと思います。ん、あれこれチームとかないんですか、あれもしかして、おい、これデスマッチじゃねえかよ。この武器使ってるとですね、心配になってくるんだけど、これさっきお前狙ったな、やったね、やったね。大丈夫ですかこの武器。心配になってくるんですけど、この武器使ってるとこれ大丈夫なんですかこれ。お前落ちろ、落ちたね。え、はい、動物虐待でーす。やっ、はい、見た、見た、今の華麗なスライディング。どうやらですね、このエクスペダイト12がですね、なんかめちゃんこ強いらしいんですね。おかしいなー、これ最初に使ってた気するんだけどなー、気のせいかなー。なんかね、このシャッガン最強らしいんですよ。じゃあロックウッドって何だったんですかって、え、ロックウッドって何だったんですかって、ロックウッドに費やした時間返してくれ。おいおい、なんだおい、これ、おい、なんだこれ、見てごらんこれ、なんか見えちゃってる、これな、君なんか見えちゃってるよこれ。え、ほらお尻の穴見えちゃってんじゃん。リードを取った。え、ここ行けんの、マップがわからん、マップがわからん、敵どっから来る、敵を圧倒してるぞ、この調子だ、誰かカバーに来て。奴らもあの世に、下手くそー、敵のエース、おっ、こいつ、敵が巡航ミサイルを発射、リロード中、どっちにしろ一発で死ぬんだよなこれ。ロックウッドって何だったの、おい、線が見えちゃってるぞ、悪い子だ、あれだ、悪い子だな君は。エクスペダイトレベル9、お、いいね、ここで待ってようぜ。いらっしゃいませ。撃つな。やべ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 、撃っちゃえる。爆撃。敵の UAV が飛行中。航空しまれ。あ。すまん、俺がもうちょっと早く来てれば。これ強すぎー。じゃあちょっと使ってみようか。5番ヘリコプター、ヘリランナー。あ、やっぱ動かすんだこれ。おい、おいおい、見ろ、人がゴミのようだ。え、これさ、これ最強じゃないですかこれ。しかも動ける、これ動けるこれ。そういうこと、隠れる場所なんかどこにもねんだよ。こら、どこ行った、どこ行った、やばっ、ついやっちゃうんだ。正直無茶な作戦だ。だが目的を達成するために、今俺が考えられる唯一の手だ。行くぞ野郎ども。檻に続け。目標を確保。塗っちゃいた。塗っちゃいた。
行くよ。カバーして。ちょっと待てよ。ガス多すぎ。おいいね。ウォールマリア展開。さあどっからでもかかってく。この鉄壁こそ最強の布陣。シャウシャウ、ウルシリ、どいつもこいつもコラムジンにしちゃうぜ鉄壁。へっ捕まえた。あ、取れた。へへへ、怖いかこの俺が。はい、卑怯者激しすぎ激しすぎ激しすぎ。またまた行くよ。鉄壁作ってくれ。エンジンなくなった。危ない。また変なとこにいる。許さねえ。お前敵じゃねえかよ。ほらほら、殺されたことにも気づいていないか。ハハハ、腐ったるだもん。邪魔します。させるか、させるか。今嘘嘘よ今の。ブレブレ、何このスクラス。あのすいません、あのちょっとまだルール分かってないんで、まだ僕そういえば A とか B とか C とかあったな。はい見て、はい見た、これです。これがシャッカンの力。ちょっとシャッカンちょっとチート向きすぎませんか。シャッカンどうなんですかね。シャッカンちょっとなんか強やりすぎ感ありますよね。これシャッカン大丈夫ですか運営さん。これなんか狭いマップとかシャッカン一強になりそうな気するんですけど、気流でしょうか。いや一番アサルトライフル使えばね、誰でもキル取れるからシャッカン使おうかなってシャッカン始めましたけど、シャッカン最強ですね。